で大人といえどやっぱり人っていう部分があるので相手もやっぱりその好き嫌いが必ず多少なりとは存在するのでまあそれにあれですもんね面接会場の会場って言っても僕の場合は多分 ABCDE とかそれぐらいの片手で数える両手で数えるぐらいの数しかなかったのでそれに各3人ずつ教授がいるって考えてもまあでも あの面接に出れる教授ってやっぱりそのある程度なんて言うんだろう<本>エースというか本書いてる教授というかなんかこう、うん、その教授を見て、うん、この教授いるんだったら慶応、うん、の SFC じゃなくて早稲田を整形しようと思うような人だったら多分入れないんですよあのある,、うん、ある程度優秀な人 SFC <の><う>がもうマッチングを意識してると思うのでやっぱ主要教授を出してくるんで僕の時も結構、えーまあ、名前挙げていいのかわかんないんで、まあ、言えないんですけど一応あの結構 だいぶメインというか、SFC、うん、といえばみたいな教授が結構3人ん、まあ、メインかサブかっていうのは難しいんだけど、SFC の教授がそれとなく飲み会の時に話した話で言うと、要は例えばさ、この教授に選ばせると、他の教授と全然違う意思決定をするっていう先生いるわけですよ。例えば小論文の添削とかでも、うん、要はその分散があるわけですよね。で、この教授に添削させると分散がすごい強いみたいな、まあ、要は思想が強い教授ですよね。その なんこれただ具体的に言うと、ちょっとこれ、多分、具体的な先生の名前が浮かんでしまうから、なかなか言えないんだけど、まあ、イメージ、あくまで一般論としてですよ。一般論として、例えば共産主義っぽい先生とか、イスラム教っぽい先生って分散強くなりそうな気はする。個人的な感想。うん、別に先生から聞いたわけじゃない。感想として言うとね。で、やっぱその分散が大きい先生、基本呼ばないって形になってくると、必然的に逆にこう、 メインストリームっぽい先生になってくるっていう話はあるようん、それはあると思います。あの、間違いなく。まあやっぱりその、あと高校生っていう、うん、な,なんとも子供でもない大人でもない部類の人種に対しての抵抗があるかないか、も結構大きい気がしてて、うん、やっぱもう大学院生とばっかり関わってるような研究ゴリゴリ人間の人とかだと、やっぱりちょっとあのー。うん その人との接し方っていうのはやっぱ考えて考えて。まあ、キャラクターはあると思うけど、だ大学側もさ、本当こう、優秀な生徒をリクルーティングしてるって感覚もそうあるわけですよ。うん、だからその、このままだと、早稲田の整形に行っちゃう生徒をどうにかひっくり返したいわけ。うん、AO の面接でと。そうなると、まだ、うん、もう、